メンバーでお送りしたいと思います。道枝くんと長尾くんと高橋くんもよろしくお願いします。これは VH くんが司会なんですね。おお、これそれここが重要。そうですか。そう、 VH くんならでは的な、君らじゃちょっと扱いきれへんのちゃうかなっていう、そんな壮大なもんなんですか。そんな感じなんです。早速このテーマを発表しましょうか。はい、今日のテーマはこちら、はい、討論会スペシャル。おお、このメンバーでするってことですか。いや、そう、このメンバーでできますの討論。ええー、ちょっと、だから討論するんですか。うん、難しい感じになるやろうなと思って、はい、今日はね、お特別に心強いゲストの方をお呼びしております。今日のゲストの方をお呼びしましょう。この方です。お願いします。皆さんこんにちは。今回のゲストは元衆議院議員の杉村太蔵さんです。高橋くん、はい、本物の杉村太蔵さんやで。なんかテレビで見るよりかっこいいです。おいおいお前、堂々とお世辞言うんじゃないよ。失礼よ。そう、でも太蔵さんって討論できるんですか。お笑いの方じゃグイグイ行くな。大丈夫か。よう言うな。いい質問ですよ。あ、ほんま、これね、はい、実は今日政治をテーマに討論してもらいます。え、はい、ただ今ね、太蔵さんでできるんですかと、お笑い芸人じゃないかという話ですよね。はい、実はアイドルも芸人さんもタレントさんも全員政治の討論しなきゃいけないんです、本来は。我々は討論する資格がある。はい、今日はぜひそれをまず理解してもらいたいと思います。はいはい、はい、いいですね。わかりました。はい、あのなんで自由にあの頭を柔らかくしてですね、はい、あのいろいろ思うことを発言してもらえますか。で、まあ、政治ってみんなが思ってるよりも身近なものなんですよね。とても身近です。そんな難しい話じゃありません。うん、簡単に言うと司法、立法、行政って聞いたことありますでしょ。はい、3つの権力があるんですよ。はい、で、聞いたことあるでしょ。あんまりピンときてないんですけど司法って裁判所、裁判所。あ、なるほど、行政って例えば内閣府だとかよく聞くじゃない、総理大臣、まさに総理大臣。はい、で、立法ってのは国会、はい、法律を作るところ、はい、それぞれ時間軸で担当分野があります。はい、うん、裁判所っていうのは過去を担当してます。へー、行政、内閣総理大臣、それとか大阪市役所、これも行政。行政は何を担当してるか、現在です。今この現在を担当してるのが行政です。じゃあ政治、立法はどこを担当してるかって言ったら、これから先この未来の部分を担当してるんです。すごい、わかりやすい。この国、この大阪、どういう風にしたらもっと良くなるかっていうことを考えるのが政治の仕事です。わかりやすい。だからこれには正解がないんです、実は。大事なことは一人一人がアイデアを出すことなんです。柔らかい頭が大事です。なるほど、めっちゃわかりやすい。道枝くんとかもできそうやな。はい、あのね、僕ね、政治ね、いけいけ、僕あんまりその興味を持ってなかったというか、はいはい、あんまり分からなかったんですけど、今太蔵さんの話聞いたらちょっと面白そうですね。面白いですよ。だってこれからの国のことはこれからの人が考えた方がいいに決まってるでしょ。はい、なるほどね。行ってみましょう。おー、やりました。よかった。それではマイドジャーニースタート。よいしょ。行くというか、まあ、行かないといけない、行くべきだと思うんですけど、室さんの年齢で衆議院議員になってるんですよ。え、はい、ということでね、今回のマイジャニは討論会スペシャルということで、太蔵さんと、マイジャニメンバーでどんどんね討論しちゃいましょうということで、はい、太蔎さん、はい、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。もうお願いします。早速やけどね、はい、みんな日本の政治がどういう風に行われているか知ってますか。道枝くんは何か知っていることある？知らないことがあってもいいんだよ。僕はどんな風に行われているか。めっちゃ優しいな。先生みたいな。いいんだよ。先生みたいな。それだってまだ小学生やもんな。中学生。中学生やもん。間違えてるやん。中学生です僕。中学生やな。みんな国会中継とか見たことある？あります。ある長尾くん。はい。なんかちょっと、うん、なんていっぱい人がいて、うん、ちょっと頑張ってるなって。頑張ってる。上から上からやな。 お、ね、おじさんたち頑張ってるなってテレビ見てたよ。ってみんな国会中継は見たことある。いや、見ますよ。国会中継してるのはいいんですけど、その
なんか寝てる人とかいるじゃないですか、そんなにやろうね、ニュースとかで。それはどうなんか、だって学校でもね、授業中寝たらあかんぞ言うてんのに、疲れてるの、国会で寝られたらそれはちょっと示しがつかんなみたいな。ちょっとちょっと、笑ってる、寝てたんですか。いやいやいや、寝てたんですか。寝てない。あれいいんですか、国会中に寝るっていうのは。忙しいし、疲れてるのは分かってるんですけど、やっぱりなるなただね、はい、ただね、皆さんはね、つまんなくなったらすぐチャンネル変えればいいでしょ、はい、あ、そうですね。だけど、あの国会の予算委員会っていうのは、うん、朝9時から夕方5時、6時まであるわけ。ずっとですか。ずーっとなの。中にはさ、うん、そんなに興味ないのもあるわけよ例えばロケットを飛ばすとかさ、はいはいはい、あの人工衛星飛ばすとか、はい、人工衛星飛ぶとその火星までどんくらいで帰ってくるとかさそういうなんかハヤブサが今帰ってくるかどうかっていう議論だったわけ、はい、僕覚えてるのは、はい、ちょうど言ってる最中だった、はい、僕が議論で寝ちゃいけないなと思いながらハヤブサが今どこにいるのかって想像して金星に向かってる時、ハヤブサは今寂しいだろうなとかこう考えながらやるとだん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 さ、はやぶさの気持ちだと、はやぶさもでもちょっと休む必要があるかなと思いながら、だん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 、はやぶさかぁ。そしたら、隣の人もこうなってよね。なあ、寝ちゃいけない。そう、そう、寝ちゃいけないよ。ね、っていう、まあ、大人の意見はあったけど、うん、小学校でよく言われるやろ、授業中寝たらあかんとか。どう聞いて、どうもいいと思う、寝て。ダメでしょ。ダメ。ダメよね。はい、質問。はいはいはい。はい、僕全然わかんないんですけど、野党と与党って分かれてるじゃないですか、はい、いつも対立してるイメージしかなくて、はい、それってやっぱりなんか絶対賛成したらあかんみたいな、そういうなんか暗黙のルール的なものがあるのかどうかみたいな。与党の言ってることを野党が賛成してはいけないってことはありません。実際に与党が言ってることも野党は賛成するケースもあります。ただ基本的に野党が与党に対して文句を言うのは、今与党が決めたことは対外政策として実行されますけども、うん、次の選挙ではまたフラットな状態になります。その時にいつも与党の言ってること賛成ばっかりしてたら、国民誰も選びようがなくないですか。安倍総理大臣よりもっといいアイデアがありますよと、こんなアイデアがあるんですよっていうふうに考えるのが野党の仕事ですから、どうしてもそれは違うんじゃないか、こういうアイデアがあります、それは違うんですか、こんなことができるんじゃないですかっていうのがお仕事なんで、常に対立しているように見えるんです。そもそも民主主義っていうのはどういうものなんですかね。予算って分かりますか。お金ね、税金皆さんも税金払ってます。ここに今日来た人は例外なく払ってます、はい、この税金を集めてどういうふうに使うかを考えるのが実は政治の最も大事なお仕事の一つです。またこれが一番面白いです。例えばね、マイジャニのメンバー8人います。はい、1人1000円ずつ出してください。ここに8000円集まりました、はい、これが税収です。この8000円を使って皆さん、この番組がより面白く、より視聴者に満足いただけるような番組にするために、この8000円を使ってどうしたらいいか考えてください。はい、いいですね。はい、手を挙げて。何かありますか、8000円でいいアイディア。はい、はい、どうぞ。とりあえずこういうね、紙から作るのやめるとりあえずね、このプレートを立派にする、このプレートを立派にするというのが政策です。はい、で、もう一つアイディアありませんか。アイディア、そうですね、はい、どうぞ。プロデューサーを解雇する。あー、それ無理。8000円プロデューサーを解雇して新しいプロデューサー8000円で雇ってくる、4000円、4000円ぐらい。これも政策です。じゃあ皆さん投票しましょう。はい、プレー8000円で新しいプレートにする、はい、8000円で新しいプロデューサーを雇う、どっちがいいですか。なるほど。まず向井さんの意見がいいと思う人手挙げて。なるほど、4票。なるほど。西畑さんの意見がいい人、いいと思う人、はい、4票これで同数で決まらない。ああ、こういう感じで決めていくのが民主主義です。で、今2人は立候補者です、はい、皆さんは投票者です、投票者、有権者です、はい、これが民主主義だと思ってください。だから今みたく集めた税金でどんなことをやったらこれが良くなるかって考えるのが政治だから、どんどん自由にアイデアを出してもらうことが大事なんです。こっからはね、みんなにちょっと関係するあるテーマでね、討論していきたいと思います、はい、まずはこちらです。はい、18歳選挙権。
なるほど。ということでね、まあ、今年の夏のね参院選からね選挙権が18歳に引き下げられるということですが、みんな知ってた？知ってました。知ってた？大はこの台本を見て知ったそうですよ。そう。あ、そうなん。そう、僕19歳なんで。そうやな。そう、ちょうどもう選挙のなんですけど、うん、僕よくそのニュースとかも見るんですけど、うん、そのこと全然知らんくて、絶対その春越えて多分夏に近づくにつれて言ってくるじゃないですか、うん、急にギリギリに直前に、ね、そうそう、うん、そういうのはどうなんかなっていうのは思います。あ、ね、実は僕この4月から大学院に行くんですよ。あ、そうです。大学に行って研究するんですけど、まさにそれ僕の研究テーマなんですよ。お、政策が本当に国民に浸透してるのかと、政策の浸透性っていうことをテーマに、どうやったら18歳以上からなりましたよというのを西畑君に伝えることができるか、うん、これもうちょっと待ってください。3年後また呼んでください。3年後それを研究し今から勉強するんですよ、はい、ある政策をやってちゃんと国民に伝わるかどうかっていうのは永遠の課題だと思ってください。そうですよね。国民も頑張って関心を持ってもらうっていうのは一つのお約束事だと思ってください。そうですよね、はい、まあ大吾こういうふうに太蔵さん言ってくれてるけど、大吾、うん、自身はもう選挙を、ま、行けるようになったやんか。いや、それはもう行くというか、まあ、行かないといけないもんじゃないですか、うん、やっぱりなんか行ってないのにその政治についてああだこうだ言う人にはなりたくないから、うん、それは別に僕は行きます。完璧な答えですよ、ね、ですね、完璧ですか。完璧ですか。もう何も罰つけるとこないです、まあね、あの選挙権のねあの引き下げの要因になった一つにね、若者の、まあ、投票率の低さもあると言われているんですけども、こちらをご覧ください。はい、まあ、このグラフがあるんですけどもね、こちらは一昨年開かれた衆議院議員選挙の年代別投票率。20代の投票率が圧倒的に低いのが分かります。スタジオにいる20代の2人は、室と浩二が20歳過ぎてますけども、はい、2人は選挙行ったこととかある？行ったことないですね。あ、まだ選挙権もらってないそうだったんですか。お母ちゃんがもうあの子に投票させられへんわ言うて違うんですよ。なんかまあ、うん、興味なかったっていうのもあるし、うん、どこに行って、うん、何をしたらいいっていうのも分からんし、うん、だから行ってないですね僕一回も。ちなみに僕はこの室さんの年齢で衆議院議員になってるんですよ。え、室さんはもう今室さんの26ですから、はい、私が衆議院になったの。あ、そうですか。じゃあもう太蔵さんは20歳になった時に選挙をしに行ってたんですか。行ってました。はい、あ、この違いがこうなるのか。いやいや、そうなんだ。工事は行ったことある？いや、もちろん行ったことないですね。ないかい、お前もやんけ。なんで行くべきだと思うんですけど、うん、まあ、ついですね。もっと詳しくなってから参加したいんですよね、うん、やっぱり政治への関心度が低いんですかね、うん、今回18歳以上になったのは国はあのもう少し若い人たちの意見も聞こうと、うん、やはり少子高齢化で子供が少なくなった、大切に育っていこうよと、その声をもっと反映させようっていう意味で、うん、選挙権を18歳以上に引き上げたっていうことも言えるかなと。続いてちょっとこの表を見てください。世界のおよそ 90% の国は18歳から選挙権が与えられています。20歳からはわずか4カ国。これを受けて太蔵さんの見解は？日本はやっぱ20歳をものすごく大きな節目にしてますね。そうですね、文化として、ね、20歳になったら大人と。そうですね、だからこれがずっと長く続いたんで、まあ、こういう状況なのかなって思うんですけど、今日本は18歳まで引き下げるということなんですけども、ヨーロッパの、ね、各国では16歳まで引き下げるという動きが本格化しているそうなんですけども。16、あと3年です。3年、あと2年いますね。お、もう16歳。だからもういきなりもう選挙権もらえるっていう年になるかもしれないね。よくわかんないですね、やっぱ選挙とかは。やっぱしかも行ってもなんか外見とかあのその面白さとかでやっぱ決めてまうから、政策以外のこととかでまだ、うん、選挙に行く年ではないみたいな。あ、自分の中ではまだ行く年ではないかなと思ってる。まだ、うん、確かに高校生やからまだ勉強中っていうのもあるじゃないですか、うんうん、その社会のことで歴史のこととか学んでるから、その学び終えてからの方がやりやすいかなっていうのは、うん、知識を備えてからの方が。何も分からん状態で行くよりも学んでから行きたいと、うんうんうん、まあ
16歳以上にしようっていう動きの一つの大きなテーマは、実は少しでも早く関心を持ってもらえるきっかけを作りたいという側面もあると思うんですよね。16歳から持ってるんだよと、だから少しずつ関心持ってねという、まあ機運を高めるというかね、そういった効果もあるのかなと思いますけどね。僕は18歳の人でも政治を知らない方とかいると思うんですよね、なんで僕は20歳がいいかなって思います。逆に18じゃなくまだ20歳のままがいいと。はい、こういう意見が出ましたけども、とにかく投票所に足を運んでもらいたい。なるほどね、でポスターが並んでます、で最初よく分かんないです、よく分かんないですけど、実は直感って大事です。ポスターの顔を見て、あ、この人だったら私たちのために政治やってくれるなと、その皆さん一人一人最初は直感を大事にしてもらっても全然問題ないです。本当は理想的には一人一人の政策を聞いて自分で判断してっていうことなんでしょうけども、とりあえずこの選挙というものに参加する、で参加者が多ければ多いほど盛り上がる。コンサートと同じです。100人より5万人の方が盛り上がるのと同じです。やっぱみんなで盛り上げようという気持ちを持ってもらいたい。まあでもね、自分に選挙権が与えられるとなった時はね、ちょっとね、あ、大人の階段を登ってるのかななんてね、思ったりもしたけども、大人ってどういう基準やと思う？大人って何？社会に通用する人は。しょうがない。大きな長尾から行く。長尾から行く。社会に通用する人になること。あ、なるほど。高橋君は？やっぱ自分のすることに責任を持つ。あ、責任。責任を持つようになった大人なんじゃないかなと。道枝君は？仕事をして、国に税金を納める。リュウタは？僕ですか？そうですね、やっぱあのしっかり働いて、税金を国に納める。おい、一緒のこと言ってる。あ、道枝と同じこと言ってる。僕と一緒のこと言ってるじゃないですか。言ってた？どう今どうなの一応、まあ20歳超えて26歳、まあ大人って言われてる部類の人やねんけど、同じことパクったよ。どう？そら、文一君に選挙権持ってないって言われてますね。そうやな。そうや。ということで、今週はここまで。来週も引き続き、太蔵さんと徹底討論。ミサイルが飛んできた、発射しました。みんなが考える世界平和とは？そういうのできないじゃないですか。さらに、気になる時事問題を分かりやすく解説してもらいます。お見逃しなく。笑いの方じゃ。グイグイ行くな。大丈夫か。よう言うな。いい質問ですよ。あ、ごめん。これね、実は今日政治をテーマに討論してもらいます。え、はい。ただ今ね、太蔵さんでできるんですかと、お笑い芸人じゃないかという話ですよね。実はアイドルも芸人さんもタレントさんも全員政治の討論しなきゃいけないんです、本来は。我々は討論する資格がある。今日はぜひそれをまず理解してもらいたいと思います。はいはい、いいですね。わかりました。はい、あのなんで自由にあの頭を柔らかくしてですね、あのいろいろ思うことを発言してもらえますか。で、まあ政治ってみんなが思ってるよりも身近なものなんですよね。とても身近です。そんな難しい話じゃありません。簡単に言うと、司法、立法、行政って聞いたことありますでしょ。はい、3つの権力があるんですよ。はい、で聞いたことあるでしょ。あんまりピンときてないんですけど。司法って裁判所。裁判所。あ、なるほど。で、行政って例えば内閣府だとかよく聞くじゃない、総理大臣、まさに総理大臣。はい、で立法ってのは国会、はい、法律を作るところ、はい、それぞれ時間軸で担当分野があります。はい、裁判所っていうのは過去を担当してます。行政、内閣総理大臣、それとか大阪市役所、これも行政。行政は何を担当してるか、現在です。今この現在を担当してるのが行政です。衛星飛ばすとか、人工衛星飛ぶとその火星までどんくらいで帰ってくるとかさ、そういうなんかはやぶさが今帰ってくるかどうかっていう議論だったわけ、僕覚えてるのは。ちょうど言ってる最中だった、僕が議論で寝ちゃいけないなと思いながら、はやぶさが今どこにいるのか想像して、金星に向かってる時、はやぶさは今寂しいだろうなとかこう考えながらやると、だんだんさ、はやぶさの気持ちだと、はやぶさもでもちょっと休む必要があるかなと思いながら、だんだんはやぶさかそしたら隣の人もこうなってよ。なあ、寝ちゃいけない。そう、
そう、ね、寝ちゃいけないよ、まあね、っていう、まあ、大人の意見はあったけど、うん、小学校でよく言われるやろ、授業中寝たらあかんとか、どう聞いてどう思う、いいと思う、寝てダメでしょ、ダメダメよね、はい、質問、はいはいはい、はい、僕全然わかんないんですけど、野党と与党って分かれてるじゃないですか、はい、いつも対立してるイメージしかなくて、はい、それってやっぱりなんか絶対賛成したらあかんみたいな、そういうなんか暗黙のルール的なものがあるのかどうかみたいな、与党の言ってることを野党が賛成してはいけないってことはありません。実際に与党が言ってることも野党は賛成するケースもあります。ただ基本的に野党が与党に対して文句を言うのは、今与党が決めたことは対外政策として実行されますけども、うん、次の選挙ではまたフラット。道枝君は何か知っていることある？知らないことがあってもいいんだよ。僕はどんな風に行われているか。めっちゃ優しいな。先生みたいな。いいんだよ。先生みたいな。それだってまだ小学生やもんな。中学生です。中学生やもん。間違えてるやん。中学生です。僕中学生やもんな。みんな国会中継とか見たことある？あります。ある長尾君。なんかちょっと、うん、なんていっぱい人がいて、うん、ちょっと頑張ってるなって頑張ってるな上から上からやな、 おじさんたち頑張ってるなってテレビ見てたよ。みんな国会中継は見たことある？いや見ますよ。国会中継してるのはいいんですけど、そのなんか寝てる人とかいるじゃないですか、うん、そんなにやろうね。それはね、それはどうなんか、だって学校でもね、授業中寝たらあかんぞ言うてんのに、疲れてるの国会で寝られたらそれはちょっと示しがつかんなみたいな。ちょっとちょっと、笑ってる、寝てたんですか？いやいやいや、寝てたんですか？寝てない。あれ、いいんですか、国会中に寝るっていうのは。疲れてるのは分かってるんですけど、やっぱり分かるな。ただね、はい、ただね、皆さんはね、つまんなくなったらすぐチャンネル変えればいいでしょ、はい、あ、そうですね。だけどあの国会の予算委員会っていうのは朝9時から夕方5時6時まであるわけ。ずっとですか？ずーっとなの。中にはさ、そんなに興味ないのもあるわけよ。例えばロケットを飛ばすとかさ、あの人工衛星。じゃあ政治、立法はどこを担当してるかって言ったら、これから先この未来の部分を担当してるんです。すごい、わかりやすい。この国、この大阪、どういう風にしたらもっと良くなるかっていうことを考えるのが政治の仕事です。わかりやすい。だからこれには正解がないんです、実は。大事なことは一人一人がアイデアを出すことなんです。柔らかい頭が大事です。なるほど、めっちゃわかりやすい。道枝君とかもできそうやな。はい、あのね、僕ね、政治ね、いけいけ、僕あんまりその興味を持ってなかったというか、はいはい、あんまりわからなかったんですけど、今太蔵さんの話聞いたらちょっと面白そうですね。面白いですよ。だってこれからの国のことはこれからの人が考えた方がいいに決まってるでしょ。はい、なるほどね。行ってみましょう。おー、やりました。よかった。それではマイドジャーニースタート。よいしょ。行くというか、まあ、行かないといけない、行くべきだと思うんですけど、室さんの年齢で衆議院議員になってるんですよ。え、はい、ということでね、今回のマイジャニは討論会スペシャルということで、太蔵さんと、マイジャニメンバーでどんどんね討論しちゃいましょうということで、はい、太蔵さん、はい、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。もうお願いします。早速やけどね、はい、みんな日本の政治がどういう風に行われているか知ってますか？このメンバーでお送りしたいと思います。道枝くんと長尾くんと高橋くんもよろしくお願いします。これは VH くんが司会なんですね。おお、これそれ、ここが重要。そうですか。そう、 VH くんならでは的な、君らじゃちょっと扱いきれへんのちゃうかなっていう、そんな壮大なもんなんそんな感じなんです。早速このテーマを発表しましょうか。はい、今日のテーマはこちら。はい、討論会スペシャル。おお、このメンバーでするってことですか？いや、そう、このメンバーでできますよ、討論。ちょっと、いや、だから討論するんですか？うん、難しい感じになるやろうなと思って、はい、今日はね、お、特別に心強いゲストの方をお呼びしております。今日のゲストの方をお呼びしましょう。この方です。お願いします。皆さんこんにちは。衆議院
高橋君、はい、本物の杉村太蔵さんやで。なんかテレビで見るよりかっこいいです。おいおいお前堂々とお推奨言うんじゃないよ。お前ね、失礼よ。でも太蔵さんって討論できるんですか？